はい、えー、皆さんおはようございます。46日間チャレンジ第1日目。えー、46箇所ある行政手続き法を46日間で完全制覇しようという企画でやっております。 1> 第1条を1日目はやって参りましょうということになりますけれども、あのー、最初のね、動画で遠隔についてちょっとお話をしているので、遠隔からね、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。そうすると、46か条をまず俯瞰してみると、処分と行政指導と届け出と命令等を定める手続きについて定めたんだ。あ、そうか、と。 日米構造改革協議なんかによって、まあ、アメリカにとってみればですね、日本のこう、行政のそのブラックボックスになっている部分っていうのは、特にやっぱりこう、処分とかについて、なんかこう、ビジネスやりたいときに、えー、許可取りたいって言ってもですね、許可の基準がそもそもわからないとか、なんか法律の要件適合してるにもかかわらずですね、役所の都合で受理しないとか言われて、えー、みたいな、そう、 法律による行政の原理からすると、もう意味わからんじゃんみたいなのがですね。まあ、アメリカ人にとっては意味不明っていうのが、まあ、当時のにや、やっぱり日本の役所の姿勢だったわけですよ。で、そこにですね、やっぱり、あのー、まあ、やり玉が上がった形で、えー、今回のこの行政手続き法ができているというのをわかっているとですね、条文読みやすいですよね。46カ条というのがスッとですね、こう、頭に入ってきやすいかなというふうに思います。 その意味で第1条というのを見ていただくと、まずこの法律は何書いてあるかというと、いろんな行政活動の中でも4種類に限定してですね、この法律では定めてますよっていうのが書いてあります。一つは処分です。そして二つ目、行政指導。これ行政指導って日本特有でね、なんか任意という名の強制力を持たしたですね、 非常に恐ろしいですよね。で私なんかも普段、えー、結構行政指導なんかは、あまあ、この行政手続きやってる時に日々ですね、いろいろこう受けながらですね、あの進めたりとかしてるわけなんですけども、非常に合理的なものもあればですね、なんだこの行政指導はというのもあ,あったりとかするわけなんですね。行政指導。そして、届け出。で、 もう一つは命令等を定める手続きということで、いわゆるね、パブリックコメントについての手続きなんかがあ挙げられてるんだ。この四つについて、この法律で共通の事項を定めることによって、共通ルールを定めることによって、行政の公正の確保と透明性の向上を、これを図ることが目的なんだって書いてありますでしょ公正の確保。 えー、そして、透明性の向上という言葉なんですけどあ、ね、結構キーワード的な感じなんですけど、透明性っていう言葉を法令上の表現で使ったのって、この法律初めてなんですよ。 やっぱあの当時、うんどちらかというとこの情報公開とかの流れっていうのが、欧米諸国とかでも起こっていて、アカウンタビリティっていうね、えー、そういった言葉で表したりとかしますけども、このね、透明性っていう言葉が結構法令の用語としては流行りだったんですね。よし、この日本の行政手続き法にも非常にこのハイカラなですね、えー、言葉を入れようということで入れたので、だから格好書きで説明入ってるじゃないですか。 要するに日本の法令で透明性っていう言葉は未だかつて使ったことがなかったので今回括弧書きで透明性っていうのはこういうことだよっていうのを説明しているという形になります。公正の確保と透明性の向上。これを覚えてくださいね。えそして何を図っているかというと、国民の権利利益の保護。これを図っているんだというのが第1条の1項の条文でした。1項のところでポイント。ね、もう覚えましたか えー、まずは、この行政手続き法で定めているのは4、4種類限定だったよ。処分と行政指導と届け出と命令等を定める手続き、これについてしか書いてないんですよ。この4つです。で、この4つを定めて、何がしないかというと、行政の構成の確保と、 透明性の向上も透明性って言葉が出てきたら行政手続き法っていうぐらいにですね認識をしていただくといいんじゃないかなと思います。えー、そして第2項のところでは何かが書いてあるかっていうとこの法律っていうのはいわゆる一般法になっているんですよ。 えー、この処分とか行政指導を届けて命令等を定める手続きについて、他の法律に特別の定めがあったらあ、その定めによりますよ。僕らはですね、普段業務やっていますけれども、個別法にふ普段は触れるんですね。建設業法である、うん、個物営業法、食品衛生法、旅館業法、こういったいろんな法律、個別法では実は手続きルール書いてあるんですよ。だから、普段はそっちしか見ないんですよね。 ですので、普段は、こう、個別法があればですね、個別法の方に従って、えー、実際実務の方は行っていくということになるので、意外、意外とあの、もう実務をこうやり始めると、行政手続き法に立ち返ることっていうのが非常にこう少なくなりますけれども、 やっぱり個別法に手続きが書いてあればですね、まあそっちを使っていきますよ。何にも書いてない部分なんかに関しては行政手続き法というのが受け皿になってて、まあそれを使っていきますよ。だから受け皿ということではこういう一般法というそういう言い方をしていくわけですね。一般法っていうのがちょっと馴染みにつきづらい方はそうですね。 うーんまあ、あの、飲み会の席とかで何にもこう言わないとですね、あの生ビール、生ビールがですね、とりあえず生ビールが運ばれてくるみたいな世界観ですかね。ね。 あの、まあ、とりあえず生ビールでいいですかってね、こう20人ぐらいで飲み会やると言われますよね。あれなんか嫌ですよね。いや、本当はカシスオレンジが飲みたかったのに、とかですね。いや、僕はなんかちょっと、あの、コーラが飲みたかったな、とかですね。あの、そういうのがあった場合というのは、あの、ちゃんと注文しないとね。まあ、何の話してるのかよくわかんなくなっちゃいましたけれども、あの、この一般法というのは、そういうデフォルトになってますよ、ということなんですよね。よろしいでしょうか はい、えー、ということで、第1条については、あ今回、えー、説明をさせていただきました46日間チャレンジ、えー、このまま続けていきましょうよろしくお願いします。